ベンガル・スルターン・アサは、東、インドに存在したイスラーム王朝。ベンガル王国とも呼ばれる。首都は、ガウルとパンドゥアー。今日の国家が、バングラデシュ。インドとミャンマーのラカイン州。デリー・スルターン・アサのトゥグルク朝の時代、1330年代に、ムハンマド・ビン・トゥグルクが失勢を重ねたことにより、各地で反乱が起きた。 南インドではすでに1334年にマドライ・スルターン・アサというムスリム王朝が成立し、1336年にはヒンドゥ王朝のビジャヤ・ナガル王国が成立するなど、トゥグルク朝の広大な領土は解体しつつあった。そして、1342年にベンガル地方の長官シャムスティーニイリアース・シャーもトゥグルク・アサから独立し、ベンガル・スルターン・アサを建国した。 創始者、シャムスッティーン・ニリアースシャーは、ベンガルの独立を強く意識し、その正当性と権威と明白にするため、自分の効果に、第二のアレクサンドロス、カリフの右腕と記している。しかし、1353年に、トゥグルク朝の君主、フィールーズ、シャー・トゥグルクは、湿地回復のためベンガルへと軍を進め、ベンガルの首都バンドアーを攻め落とした。だが、 イディアースシャーはエクダーラーの要塞に牢上したため、1354年にトゥグルク朝の軍はデリーへと引き上げた。その息子、シカンダルシャーの時代、1358年にフィールーズ、シャートゥグルクが再びベンガルに攻めてきたが、トゥグルク朝の軍は苦戦し、1359年に和平協定が結ばれ、ベンガル王国は独立を認められた。その後、 1389年にシカンダルシャーはその、息子ギアスッティーン・アーザムシャーによって殺害された。ギアスッティーン・アーザムシャーは1405年、1407年に、民の英楽ミカドに死者を送り徴降するなど、国際的にも広い視野を持っていたことで知られる。また、彼は、メッカ、メディナのマドラサ建設費用を負担している。1410年。 ギアースッティーン・アーザム・シャアは死亡し、有力な家臣の一人で、ヒンドゥー教徒のラージャガネーシャが、政治の実権を持つようになった。その後もラージャガネーシャの戦王は増し、1414 14年に、シハーブティーン・バーヤズ・イード・シャアを殺害し、同年にはその息子はラーウッティーン・フィールーズ・シャアも退位させて、王位を散脱した。こうして、前期イリアース・シャーヒー・アサに代わり、新たに、 ラージャガネーシャを外するラージャガネー社長が成立した。ラージャガネーシャ1414 14年、創始者ラージャガネーシャは王位を戦し、新たにラージャガネーシャ長を樹立したが、その継承をめぐり宗教的な問題が発生した。というのは、ゴール朝サの侵入以来イスラーム教が根付いて長いベンガルにヒンドゥー教徒がベンガルの王となることを ムスリムの有力者たちが強く反対していたからだった。一方、ラージャガネーシャも自らのヒンドゥー教の信仰を捨てて、回収する気はなく、両者はラージャガネーシャの死後、その後継者がイスラーム教に回収することで合意した。ラージャガネーシャの知性は4年と短かったが、その間に隣国のジャウンプル・スルターン・朝と領土を争い、ヒンドゥー教の寺院を手厚く保護した。 1418年、ラージャガネーシャの死後、その息子、ジャラール・ティーン・ムハンマド・シャーは、不応な約束通りヒンドゥ教から、イスラーム教に改修した。ジャラール・ティーン・ムハンマド・シャーの名は、その際に改名したものである。ムハンマド・シャーは改修後、熱烈なイスラーム教徒となり、それを証明するため、アラーのカリフ自称した。ムハンマド・シャーは、その公平さで知られ、 軍司令官や裁判長にヒンドゥーを割り当てるなど、ムスリムとヒンドゥー教徒を差別なく平等に扱った。また、彼の第二、ベンガル王国の領土は広まり、不王と同様に、ジャウンプルと争い、チッタゴンやファリードプルなどを得て、南ベハールまでハントとした。彼は民に使者を送り調校し、マムルーク長と施設を交換するなど、国際的にも広い視野を持っていたことで知られる。 1433年、ムハンマドシャーの死後、その後を継いだ息子、シャムスティーム・アフマドシャーは、正義感の強さと慈悲の深さで知られたが、1436年に、家臣の一人によって暗殺された。こうして、ラージャガネー社長は3代21年という短期間で、滅んでしまった。1436年、ラージャガネー社長が滅亡した後、ベンガル王国は混乱したが、 翌1437年に、ナーシル・ティーン・マフムードシャーが、イディアース・シャーヒー・アサを再興した。しかし、1434年に、オリッサでは、東、ガンガ町に代わり新たに、ガジャパティアサが成立し、それが、ベンガル王国の脅威となった。ベンガルは、ガジャパティアサに、オリッサに有する領土、西ベンガルの大部分を奪われ、ガンジス川流アリューにまでに侵入された。 また、ビルマのアラカン王国もチッタゴン方面に進出し、1459年にはチッタゴン港も占領された。その息子ルクヌッティン・ワールバクシャーの治世も同様にガジャパティアサが南ベンガルに侵入し、その対応に追われた。だが、内政面ではルクヌッティン・バルバクシャーは宗教的には融和政策を取り、文芸活動を支援し、その業績を称えた非分が、 ベンガル各地で見られる。しかし、1481年に、その死後に継いだオーシャムス・ディーン・ユーフス・シャー、シカンダル・シャー2世は相次いで創生し、1487年に、最後のオージャラ・ール・ディーン・ファテー・シャーは、アビシニア人奴隷出身の家臣によって殺された。1493年、アビシニア人奴隷の王朝は王位をめぐる争いにより、滅亡し、 同年その最初を荒うディーム・フサイン・シャーが貴族に選出されて新たな王となり、フサイン・シャー・ヒ・アサを創始した。フサイン・シャー自身は、ベンガルのムルシダーバード出身だったが、その親は、トルキスタンを経由して、ベンガルに来たメッカ出身のアラブ人だった。1479年、隣国のジャウンプル・スルターン・アサが、デリー・スルターン・アサのローディ・アサに滅ぼされた後、 ベンガル王国にも、その侵略が及ぶと彼は数字にわたって戦い、1495年にローディアサト領土の現状維持の協定を結んだ。また、フサイン・シャーは、オリッサノ・ガジャパティ・アサトも領土を争い、その知性を通して戦い続けた。フサイン・シャーは、内政面では、成功を収め、政治を長年支配してきたアビシニア人を排斥し、 ヒンドゥー教徒とムスリムを平等に扱い、ヒンドゥー教徒も政府の重役に任じた。また、その知性は文化が栄え、ベンガル語やベンガル文字が広く使われ、多くの詩人や学者が排出された。そのため、彼の知性は中世ベンガルの黄金期と評されている。1519年に、フサイン・シャアの死後、新たな王となったナーシルティ・ヌスラト・シャアは、 近隣諸国への失敗はしたものの、公共事業を進め、モスクや製病を建設し、公益で国家は繁栄した。しかし、1526年に、ローディアサがムガル帝国との戦いで滅亡すると、ヌスラドシャーは、イブラーヒームローディの王帝マフムードローディを支援した。その後、1529年5月6日に、ムガル帝国の軍とがアガラ川で戦い大敗した。 1532年、ヌスラトシャーは暗殺され、後を継いだその息子、アラー・ウッディーン・フィールーズシャー2世も同年に死亡し、そのおじ、ギアース・スッディーン・ムハンマドシャーが王となった。しかし、ベンガル・スルターン・アサは、ムガル帝国とアフガン系ツール族の族長、シェール・ハーンとの争いに挟まれ、1538年に、ムハンマドシャーはそうした混乱の中で死亡し、 フサイン・シャーヒー・ー朝は滅亡した。1532年以降、ベンガル王国の領土は徐々にシェール・ハーンの勢力が進出し、1538年のムハンマド・シャーの死をもって完全に王国はその支配下に置かれた。1539年、シェール・ハーンはシェール・シャーとして即位し、スール庁を創始したが、1545年に自己死した。その後、 1554年その、息子イスラームシャーが死亡すると、3人の王、ムハンマド・アーディル・シャー、イブラーヒーム・シャー、シュカンダル・シャーが争いフンに陥り、1555年に、スール朝は、ムガル帝国に滅ぼされた。1554年に、イスラームシャーの死後、スール朝の王族の一人、シャムスティ・ムハンマド・シャーは、スール朝から独立して、 ムハンマド・シャーヒー・アサを創始したが、1555年のスール朝の滅亡後、スール朝の3人の王をはじめとする、スール朝の一族は、ベンガルの地を巡り争った。また、1564年に、ムハンマド・シャーヒー・アサの最後の王が、カシンスライ・マンハーン・カララーニーに殺され、同じアフマン系のカララーニー・朝が成立した。こうした混乱により、 1576年7月に、ベンガル・スルターン・アサは、ダーウードハーン・カララーニーの知性、ムガル帝国のアクバルに滅ぼされた。ありがとうございます。